ビートリーで爆買い。あ、ちょっと声でくるびっくりしますね。びっくりした。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、お買い物をしていきたいと思います。というのもですね、皆さん知っての通り、僕ね最近引っ越したんですよ。新居になりまして、すごくねなんか居心地はいいはいいんですが、残念ながらですね、まだ家具が全く揃っていないんですよ。カーテンとかテレビ置く台とか、その他もろもろですね、もう全然揃ってなくてですね、今日はそれを調達しにニトリさんにお買い物に来ました。がっつりニトリで今回はお買い物していきたいと思います。ちなみに言いますと、僕の家のソファーもそうですし、ちょこちょこっとしたねあの家具、ほぼニトリさんでございます。半分以上もうすでにニトリでね、普段からお買い物してるもので揃ってるんですけど、さらにねマスオの家がねニトリ化していくってことで、がっつり買っていきたいと思います。では行ってきまーす。ということで、これからお買い物していくんですけど、やばい、いろんなものを見ると全部買いたくなってしまう。食器もさ、僕今使ってるの100均なんですよ。これを機に買うのもありじゃないですか。今回は特別に撮影させていただいてるので、ニトリの、ね、方にもついていただいてるんですけど、すごくアドバイスをいただけてすごく助かってます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ買っちゃおうかな。ボールいくつか買った方がいいのかな。どうなんですかね。まあ、お客さんも多いと思うので、何組かあった方が今後も使いやすいと思います。確かに。でもやっぱり最低2セットじゃないですか。最低2セット。ご自身と、はい、まあ、そうですね、誰か来た時に。今のところ来るあれはないんですけどこれとりあえず購入。調理器具でございます。いや僕ね、視聴者さんからも結構言われるの、なんであの調理器具買わないんですかマスオさん、なんでそんな風に調理してるんですかって言われるんですけど、それが全てここには揃っている。いや、このボールとかここくらいですか。ステンレス、いや全部欲しくなっちゃうからさ。これ沼ですよね、沼。でもこれを機に揃えちゃうってのもありですよね。え、どうしよう、どうしよう、どうしたらいいかな。今こうね、カメラを撮ってもらってるバディさんが、もう絶対これ、もう絶対これ買わなきゃだめ、これ絶対買ってくださいって、動画外のテンションとは思えないぐらいのテンションでこれをお勧めしてきました。ロング伸縮カーペットクリーナー、もう絶対これだそうです。で、これ斜めに切れるのが素晴らしいらしいですよ。ほらほら、綺麗に、これだと簡単、素晴らしい、買います。そして来ました、あの一番ね僕必要なもの、カーテンでございます。もう今カーテン足りないからさ、光入り放題なんですよ。ここのカーテンでは、まあ、既製品のカーテンとオーダーできるカーテンがあって、で僕のなんかサイズ、部屋のサイズによるとオーダーの方が良さそうなんですよ。ですんで、まあ、オーダーメイドのこうカーテンをどれにするかっていうのを今からチョイスしていきたいと思います。もうこれね、俺1週間っていうか1ヶ月悩めるもん。どれにしようか、そんぐらい悩めちゃう。で、今からね、あのカーテンをオーダーしていくんですけど、まずカーテン、布と、あとひだ、一番ベーシックなのだとこの2倍ひだ、1.5 倍ひだっていうカーテンの形なんですけど、はい、それ以外にフラットタイプだったりとか、はいはいはい、こうハトメになってるとか。フラットタイプなんてあるんですか。あるんです。あのフラットは私なんです恥ずかしい。これはあのバランスって言って、カーテンのレールを隠す布になってます。そういうことか。あ、でフラットいいですね。こういうのをちょっとチョイス選んでいきたいと思います。どれにするかは、まあつける時のお楽しみということで、まずはですね、あのレースを選んでいきましょうってね、ニトリの、ね、方におっしゃっていただいたんで、レース選んでいきたいと思います。レースはまあ好みですか。これは柄が入ってるものもあるので、はい、まあ、柄も重要なんですけど、まあ、あとは見えにくさだ。見えにくさね、欲しいです。というのも微妙にこう光で中見える人いるじゃないですか、レースのカーテンで。あれを防ぎたいなと思うんで、見えづらいやつで、はい、なんか良さそうなのって言ったらどれになるんですかね。一応見えにくいものだと、カーテンの裏側見ていただいた時に、はい、ちょっと光沢があるタイプのもの、今こうちょっと光ってるのテロンテロンっすね。テロンテロン、はい、いい方のテロンテロンですよこの光沢があると、はい、開
昼間こう日が差してる時に鏡のような効果になるので、あ日が照ってる時間帯特に外から中が見えづらい。夜も朝もっていうことであれば地自体が厚いもの、あ本当だ、本当に見えづらいもので選んでいただく方がいいと思います、はい、夜は厚手のカーテンを閉めるという前提で、はい、ある程度昼間は光が入った方がお部屋が明るくていいかと思います。確かに。じゃあそれだとナチュレって書いてあるシリーズは基本的にこう光を通しやすくはなっているので、はい、地はこう薄く見えるんですけどしっかり、はい、しっかり、はい、っていうことですね。ナチュレシリーズでもこれとかシンプルですよね。シンプルです、うん、なんかこういうのでいいのかなと思います。こっちだと結構、まあ、少し強いですね、しっかりめですよね、はい、柄がしっかり入ってますね。あでもこれでもいいですけどね、うん、こっちの今なんか無地上についてるこの保温がついてるものだと、はい、エアコンとか暖房の効きも良くなったりしますので、はい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 、なんかこれ好きなんでこれにします。決まるときはパッと決まりますね。はい、続いてはですね厚手のカーテンの方を見ているんですが、まず色を、まあ、決めなきゃいけないみたいなんですけど、僕結構緑系とかナチュラル系の部屋好きなんですよ。だから緑ってあるんですけど、このシックな緑もさなんか部屋合いそうじゃないですか、今の僕の床と合わせてもだし、これもちょっといいなっていう、なんかちょっとなんか緑っぽいなんか雰囲気もありつつ、でもなんかこうちょっとゴージャス感もあるっていう、どっちがいいかな。このカーテンの印象でその部屋の雰囲気もそうだし動画の雰囲気もマジで変わるんですよ。あ、悪くない気がする。はい、まあそうでいいです。何やってんだ俺、こっちで。じゃあはい、まあそうでいいです。あ、でもこっちの映りもいいな、なんか後ろの主張がないから。はい、まあそうでいいです。あ、こっちは？はい、まあそうでいいです。あ、こっちもまあいいな。全部いいじゃないか。悩む。ちょっともうちょっと考えまーす。いやー、どっちがいい？みんなこっちかこっち。やっぱでもいろんな動画を撮るって考えると緑よりこっちか。100年ぐらい悩める。けどこれにしようかな。ちょっとね、なんかヒカキンチっぽい。昨日言ったんだよね。でもいいんじゃないかな。これにしよう。そうしてしまいますよ。これだ。そして絶対買おうと思ってたやつ発見しました。こちら、チェアマットです。あのね、あのチェア使うと床傷ついちゃうから、もうこれ早く買いたくてしょうがなかったんですけど、これだけ持って帰ろうかな、オクラの間ってぐらいに必要だったものです。で、最後に大物を買いたいと思うんですが、それがこちらテレビ台でございます。あ、皆さんね、もう動画見たと思うんですけど、僕ね、75型の100万テレビ買っちゃったんですよ。で、それを今床に置いてる状態なので、そりゃまずいなということでテレビ台です。僕のそのテレビが置けるテレビ台が大きさ的にね、こういう開く感じのこれ、もしくはこっちにたくさんあるんですけど、その中でも僕足がないタイプがいいんでこれなんですよ。こっちは引き出しで、こっちの方がね、奥行きが若干少なそうなんで、まあ部屋を広く使うっていう分にはこっちなのかなってちょっと思ってる。こんぐらいの高さあった方がいいのかな、テレビ見やすいの。こっちにしようかな。調子いいわ。さらに10年ぐらい悩んでこっちにします。あのテレビを主役にしようということです。もうダメ、もうこれにします。はい、これします。ということでお会計です。はい、お願いします。大量買いだ。いくらになるんでしょうか。おお、19万8000円約20万円買いました。じゃあ1回はい、ということでお買い物終了しました。いや、マジで悩んだ。もう真剣に俺なんでこんな、もうむしろプライベートみたいな感じでガチで悩んでる姿をこれ動画にね、晒してんだと思いましたけど、ちゃんとね、測ってこなかったから、カーペットも今回買ってないですし、あの本当はラックも買いたかったですし、普通にプライベートで買いに来ようと思います。そしてあの今の時間だけじゃ足りないぐらいに、あのニトリさん、もういろんなものを
揃えておりますんで、ぜひね皆さんね、引っ越しとは言わずとも、あれ欲しいな、これ欲しいなって思った時にね、皆さんぜひ行ってみてください。はい、で今回買ったのなんですけど、届くまでに少し時間がありますので、届いてからねまた設置編ということで動画をね撮りたいと思いますので、ぜひ皆さんその動画も楽しみにしていてください。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。やっぱね、買い物楽しいバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。